い、そしたらじゃあ団長聞こうかな。はい、まあ、フォロライブ入る前もともとね応急勤めだったんで、まあそれずっと惰性でやってんだろうなっていう。惰性っていうのやめてもらいますか。ちょっと惰性でやってんだろうなって。惰性でやめなさい。応急に行ったのかよ。いやでもね、いやでも、うん、正直ね団長には向いてない仕事だったかな。だからやめてたかもしれないけど、でもやっぱホロライブ入ってなかったらずっとなんとなく出せてたかも。ホロライブに入れてよかった。ホロライブ入れてよかった。入れてよかった。ありがとう。ありがとうね。どう？どう？ラミーにも聞くか？ラミー？ラミー先輩ちょっと気になる。ラミーはね、でもホロライブ入ってなかったらやっぱ今安木でね、多分ずっと暗い。ちょっとね、あんまりねここで、ま、年末年始にするような話じゃないからね。ホロライブ入ってみんなと出会えてよかったね。そうラミーね、やっぱ友達いないかったから。友達でね、こうやって慣れたっていうことだからね。ゴリレバできたりとかね。いやよかった、ホロライブ入れて。素晴らしい。ホロライブは友達も作らせてくれるということでね。素晴らしい場所ってことだね。ありがたい、ありがたい。はい、え、ちなみにラプちゃんは？いや、ご飯普通にデザイナーかな。え、すごい。世界線いいのかよ。え、それでいいじゃん、今も。いや、なんでだよ。世界線ってやめようよ。増水だよ。ちょうどいいじゃん。ちょうどいいってなんだよ。やめどき失ってるわけじゃねえから。なんかデザインすることが好きってことだよね。足やめろ。あ、そうそう。惰性で世界征服。惰性じゃない。ふざけんなよ。ちげえよ。本気で世界征服行きます。って言ってまーす。って言ってますね。やめろ。え、最後もうじゃあカナタも最後言っとこうよ。何してたかな。ゴリラ。ゴリラは違うから。なんでだよな、檻の中じゃないからね。動物園違う。帰るんだ。帰らない。何してたかな。でもあんまり、もしかしたら今のプライベートと変わらず、例えばこうスーパーで納豆の底根探したりとか、してたのか。え？なんで失笑するの？話してほしいな、みんな。なんで納豆の底根がわかるかな。ホロライブ入ってよかったね、キラキラしてるね。うん、ありがとうございます。よかったよかった。落ちてない。バカ変態うるさい。もう知らないバカ変態ド M だね。 You are 変態。バカ変態うるさい。もう知らない。ピアン